皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。もうそんなに経ったんだね。どうだろう。なんかそういう時に限ってさ、会いに来たりしそうだよね。あ、誕生日に合わせて来たりとかしないか。大丈夫か。いや、いいんだけどさ。これね。かわいいよね、これ。評価ね。でも楽しみにしてるんだよね。はい、オープニング入りました。出会いもん12話、最終回ですね、ついに。まあ、一旦終わりとかでまた続くかもしれないけどね。ちょっとそこら辺わかんないけど。なんか前回の話で、あれかな、ナゴムが熱出てるときに、その、昔のね、先輩のことを思い出してたところで、なんか先輩は心に決着をつけたいときに、その、緑昌のお菓子を食べに来るみたいなね、ことを言ってたんで、もしかしたら、また訪れる可能性はあるってことですよね。まあ、その、いつかちゃんに会いに来るか、引き取るっていうかさ、また迎えに来るっていう決断をするために、来るとかさ、そういう可能性もあるってことだよね。なんかそんなような話してたもんね。お菓子を食べると悩みを吹っ切れるというか、背中を押してくれる気持ちになるっていうのもなんかあれですよね。まあ人それぞれですよね。オープニング終わりました。音楽だったりする人もいるしね、そういうのがね。春行に対。もう春ってことだよね。そうだね。喜びそう。どういう感じになるの？あら、よかったね。マサさんと一緒。楽しみなのね。パスケースに入れてるの。ふふ。もう本当に娘みたいに大事にしてるよね。ドン引きされてる？若干呆れてるやん。うん。ああ。なんかいろいろファイルされてるの？あ、やっぱ違うんだね。
なるほど。なるほどね。上品さは大事だよね、和菓子ね。でもなんかそういう感性優れてんだろうね、和むね。でもなんかお父さんも認めてるとこあるんだろうね。気になったの。なあ。あ、そうなんだ。まあ、そうだね。ずっと見てきたもんね。世のお父さんたちね。お誕生日？よかったね。ほんとわかりやすい。あ、プラン立ててんのね。なんだかんだで二人とも楽しみにしてるね。あ、今日お休みなんだ。あ、後ろで。ああ、届いてんだ。ポニーテールも可愛いね。バッグっていうか、ポシェットっていうか、ポシェットじゃないか。なるほどね。結構早く動いてたんだね。車運転できるんだ。
お父さんも面白いよね。お父さん ヒラパーってなんだっけ？ あー、ケーキ作ってんのか、そっか。その間にね。あ、そうだよね。うん。今、小学生でも化粧するのか。なんだって？なんとかパーク？遊園地みたいな感じ？なんだ、なんか思い出した？ここって本当にあるとこなのかな？なに？迷った？そんなに？ああ、らしいな。なんか娘とデートみたいな。あ、やっぱり思い出したんだ。なんか反芻しちゃうんだな、やっぱり。もしかして先輩と？うん。ああ、気使った？ちゃんとリサーチしてる？ 髪忘れた？あれ？畳んじゃったか。しまっちゃったか。うん、ほんとわかりやす。どんまい。うんうん。そうだよね。いつも通りでね。あんまり肩肘張っちゃったらね、楽しくないよね。結構絶叫マシーン多いんだね。なんか絶叫マシーンって。ああ。あ、なるほどね。送ってって。うん、言ってたね。確かにね。嬉しがってる？
まあ、お父さん代わりみたいなもんだもんね。まあ、いつかちゃん的にはね ちょっと複雑というかね。楽しんでるね。なんか実際のお父さんでもさ、思春期ぐらいになるとやっぱりちょっと反抗期みたいなね、素直に甘えれないとかもあるだろうしね。迷子？迷子になっちゃったか。声かけるのかな？見つかったか。よかったよかった。あれ え、自分が迷子になってないよね え、なに？お父さんいた？ああ、やっぱり。なんか、あれかな。昔思い出してじゃないけど、一人になるっていう心細さみたいな。あ、いたね。あ、いた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 。こんなに和むがいなくて、こんな気持ちになるんだみたいな。怖かったんだ。前に来た時って、さっき来てないって言ったのに、今察したのかな、なごむ。今フォローか。それで気分を害するような人じゃないんだよな、なごむは。察しちゃうんだよな。やっぱりね。否定しなかったね。あ、みんな準備してるんだね。お誕生日パーティーかな、夜は。みんなに愛されてるね。あ、送ったんだね、写真ね。いや、でもさ、お母さんも、こういうなごむもそうだけど、みんながあったかいから安心して預けていったってのもあるよね。無理に連れていかなかったっていうのね。いいなぁ。食べてみたい和菓子のケーキ。どんな感じなんだろうな。味とか。
え、なんかあんこってこと？緑青に預けていったお父さんの判断は間違えてはいなかったんだろうね。まあ、離れちゃうのはあれだったけどさ。照れもあるよね。お父さん？やっぱり今シーズンではお父さんは再会しないのかな？ああ、エンディング入りました。そっか。この誕生日会で終わりなんだね。なあ、なんかでも大団円じゃないけどさ。まあ、一旦その終わりにはちょうどいいあれだよね。タイミングというか。よかった。でもちゃんと、幸せな感じで終わって。なんか変な波乱を残すような終わり方はもちろんしないと思ったけど。まあね、この話だからね。安心感はあったんだけどね。なんか終わるのが嫌でさ。なんか見るのちょっと渋ってたとこもあったけど、なんか見たら見たでやっぱりなんか、ほっこりするっていうか、安心感というか、ああ、やっぱり綺麗に終わったじゃないけどさ。いい終わり方してくれたなーって。まあ、これでこそ出会いもんって感じですね。これは C パートあるのかな？エンディング終わりました。あ、あるね。C パート。多分ね。そうだね。まあ、ここにいる限りは必ず会いに来てくれる可能性あるからね。ディアエモン12は見終わりました。終わってしまったか。でもね、なんかさっきもエンディングで話した通り、いやなんか幸せな感じで、こういったね、幕引きというかね、綺麗に終わってよかったなって。いちかちゃんの誕生日でね、みんなね、幸せそうな感じでね、あ、いちかちゃん愛されてるなーって、ほんわかした気持ちで終わってよかったですね。なんか変な波乱をほんと残さないでよかったって。ちょっとお父さんのところはね、気になるところもやっぱりありますけど、これまた続いたりとかしたら、お父さんに再会するシーンとかもあるのかな。てか、いつかちゃんはさ、お母さんとなんかこう、携帯っていうかスマホっていうかさ、なんかメールでやりとりとかはしてないのかね？そういうシーンあったっけ？なんかあんまりいつかちゃんがスマホ使ってるシーンってないような、あったっけ？
まあでもなんか連絡のやり取りはもちろんしてるんでしょうけどね、本人同士もね、なごむとお母さんじゃなくてね。でもなんか本当あれですね、和菓子を通していろんななんか人情話じゃないけどほっこりするようなお話がね、いろんな人間関係だったりとか人間ドラマが描かれるっていうのもなんか新しいというかね。結構そのドラマとかだと有名なところだと料亭とかさ、小料理屋とか結構ありますよね。そういうのは聞いたことあったけど、和菓子ってなんかなかなかないよなと思って、新しいなと思ったんですよね。なんかね、和菓子のお店が舞台でも東京が舞台とかじゃなくて、ちゃんと京都のね本場が舞台になっているっていうところがなんかまた良かったですよね。なんか京都の豆知識じゃないけど、京都のね実際にある場所とかねの話があったりとかして、あーなんかほんと京都行ってみたいなっていう気持ちにもすごいなりましたね。本当に人間関係のね、その人間ドラマがあったかくて、なんかずっと見ていたくなってしまうというかね、ほっこりあったかい気持ちになるからね、終わらないでほしいなっていうのがありましたけど、また続きがありましたら見てみたいですね、こちらもね。なんかそれぞれのキャラクターもみんな面白いし、あったかいし、あ、こことここがつながってるんだじゃないけどね、結構その従業員の人の話とかもあったりとかね、マサさんを尊敬してるヒーローさんとかね、いろんな人の話がね描かれてね、すごい奥行きがあるお話でしたよね。なんかもっともっとこれからね掘り下げた話とかも見ていきたいですよね。で、かなこさんとナゴムがどうなるかとかね、まあみつるちゃんもね、まあ女子高生だからな、彼女の恋愛とかね、ナゴムとどうなるのかとかね、まあさきくんの話もありましたけど、もっともっとみんなのねそれぞれのキャラクターを掘り下げた話も見ていきたいなって思うんですが、また続きがあったらほんとそういうところも見てみたいですよね。もちろんそのいつかちゃんのお父さんとお母さんの話もそうですけど、そしていつかちゃんとなごむのね関係がどんどんね、なんか疑似親子みたいなさ関係になっていくところとかも、もっとこの先も見てみたいなって思うので、また続きがあったら見たいなと思います。という感じで出会いもん12話、ご視聴ありがとうございました。他の動画でもよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。